今回のテーマは親父狩りなんで。試合後に言葉を交わされてたと思うんですけども、どんな内容の話をされていたんでしょうか。はい、まあ、君はもうこれから上に行くんだから、ヒール的な発言、親父狩りとかも本当に会った人が辛い思いしているわけだから、そんな簡単に言っちゃダメだよみたいな、これだけは約束してくれって。僕ちょっとヒール卒業します。